皆さんこんにちは。2022年10月21日でございます。今日ね、今ですね、広島市立ね、中央図書館、そしてね、映像ライブラリーのところにね、お邪魔しております。ちょっとね、じゃあ切り替えましょう。はい、この映像ライブラリー、そしてね、広島中央図書館、市立中央図書館映像ライブラリーというところに来ています。まあ、広島市のね、一番のね、真ん中にある図書館、県庁もね、すぐ近くにありますしね、リーガロイヤルホテルね、ジャイアンツの選手がよく昔ね、泊まっていたこのホテル、今どうか知りませんけどね、昔は旧市民球場として泊まっていたホテル、それからね、映像ライブラリーがあっちですけどね、まあそういうね、広島市のもうど真ん中にある、だけれどもね、割と閑静なね、ところにね、この図書館あるわけです。まあ、こういう場所にあるね、図書館や映像ライブラリーをですね、今の広島市長の松井さん、駅前のね、LLA 館、ね、デパートがあるところですよね、福屋デパート。あそこの一部開くというところで、そこへね、移転しようと。で、向こうにあるね、子供図書館とね、一緒に移転しようと。まあ、そういう話が出ました。さすがにね、子供図書館、ね、繁華街のね、デパートのところに子供図書館、これはおかしいじゃないかと。おかしいじゃないかということでね、まあ、かなり世論も沸騰いたしまして、まあ、皆さんも、ね、ご存知と思いますけど、子ども図書館の移転の方はね、まあ、取り消しということになりましたけれどもね、あと問題はこのね、広島市立中央図書館と、それからね、映像ライブラリーのね、方にね、なります。まあ、今度今こういうね、新藤兼人の、特集をね、今やっているようですけれどもね、ぜひね、まあ、皆さんもね、時間があったら足運んでください。まあ、本当にね、こういう場所はね、こういう場所のね、あれですよね、本当に閑静な場所っていうかね、真ん中にありながらね、まあ、ちょっとね、時々バスが通るぐらいはありますけれどもね、そうは言ってもね、デパートの中よりは全然ね、落ち着く場所ですよね。うん、まあ、建物の中に入ったらもうもっとね、音聞こえないわけだけど、ね、デパートの中のね、そういう、あるいは、まあ、酒屋とかね、居酒屋とかね、うん、まあ、そばにあるような場所、いや、居酒屋が悪いとかそういうこと言ってんじゃないですよ。そうじゃなくてね、まあ、落ち着いてね、勉強する環境という意味で言うとね、まあ、ここ本当に最高というかね、ね、緑の、まあ、あってね、本当に最高な、ね、場所であるというふうに、ね、私はね、思います。まあ、そのね、ね、建物が空いたからそこを利用するとか、それはね、ある意味非常に新自由主義的な考えですよ。金だけっていうかな。今だけ金だけみたいなね、考え方はね、文化に適応していいのかということはやっぱりね、国際平和文化都市、これ広島に問われると思います。まあ私の場合ね、今、県政の方ね、取り組んでいますけれどもね、そうは申しましても、やっぱりね、一人の市民としてね、市政の問題、まあそれからね、やっぱり広島県も広島市もね、両方ともやっぱりその今だけ金だけの新自由主義という意味で共通する流れ、やっぱり広島の政治にあると。まあそういう問題を正していくと。いう意味でもね、この問題ね、またね、注目をね、していきたいというふうに思います。一人の広島市民としてね、またね、報告がね、できればというふうに思いますしね、またね、やっぱりその、県、広島県、広島市両方のね、新自由主義ね、是正していくという点でもね、やっぱり、まあしっかり反対の声を上げている皆さんにもね、できる限りの協力をさせていただきたいと思っております。それではね、皆さん、またね、ご視聴誠にありがとうございました。失礼いたします。